パトリシア・ブリヒです。この度は皆さん、私のオンラインコンサートにご参加くださりありがとうございます。今日は私の心にある願いについてお話ししたいと思います。それは音楽と芸術を通じて日本とラテンアメリカを結ぶ架け橋になりたいということです。アルゼンチンの歌手ファクンド・カブラルが作品の中でこう言っています。人生は出会い、私たちはそのために生まれてきます。
私もそう思います。まさに人々とつながれるように音楽の道を選びました。音楽にはたくさんの色があります。その色を使って自分の気持ちを描くことができます。離れていても表現の方法が違っても大事なのは心の距離。日本の方と触れ合ってこのことを再確認しました。なぜかよくわからないのですが、日本の文化に好奇心が湧きました。素敵な日本人のお友達のおかげで日本語や日本の文化と日本の歌を習い始め、共通点を見つけて温かい気持ちになりました。これまでに日本に4回行きました。去年6都市で7公演をしました。コロナの影響で今年は予定していた日本ツアーは延期されましたが、離れている皆さんにこのコンサートを捧げます。それからお楽しみください。